iMac iMac 本項目では2006年1月以降に発売されている Intel CPU ベースの iMac について述べる。iMac は登場以来パワー PC ベースの製品で販売が続けられていたが2005年の WWDC で Mac の Intel CPU への移行発表。2006年1月10日に開催された Mac ワールド。 サンフランシスコ2006において CPU にインテル製のインテルコアデュオを搭載した iMac を発表した。外見のデザインは iMac G5 と後ろのポート以外は変わらないが、ロジックボードデザインや内部のアーキテクチャはそれまでのパワー PC 搭載のものと全く異なるものであった。2009年モデルからミッド2014モデルまでのモデルでは、 ターゲットディスプレイモードを搭載しており、Mac のディスプレイ代わりに使えると同時に Mac p r o レート二2013の致命的な欠点を補ってきたことや、レート二2014以降は 5K レティナディスプレイ及び 4K レティナディスプレイを搭載してきたこともあり、プロフェッショナル分野の現場においても iMac が広く普及していた。しかし、当時の iMac は4コア CPU が主流で、 プロフェッショナル業務を行うには処理能力が不足していたことから2017年にはプロ向け製品として iMac Pro が発売されるまでに至っている。以降は iMac Pro との差別化を図りながらも幾度かのハードウェアのアップグレードを経て2020年3月現在も Apple の主力機種である2006年9月6日発表のものからインテルコアにデュオを搭載し パワーアップ。17インチの低価格モデルから24インチのファイヤーワイヤー800を搭載したハイエンドモデルまでの4機種となる。2007年8月7日発表のものは外装をポリカーボネートからよりリサイクルしやすいアルミガラスポリカーボネートに変更し薄型化。これに伴い本体のカラーはホワイトからシルバーへと変更された。 17インチモデルは廃止され、20インチと24インチの2サイズのみとなる。24インチモデルは CTO でインテルコアにエクストリームを搭載可能。20インチのいモデルと上位モデル、24インチモデルまでの3機種となる。液晶画面を保護し、デザインにアクセントをつけたガラスは無コーティングでグレアのためにはっきりと映り込みを示す。 2008年4月28日発表のものは FSB1066MHz かメモリに DDR2PC2 から6400採用などの強化が図られている。2009年3月3日発表のものはスタンド部分のデザインが手前に向かって薄く削られて傾斜するよう変更され DDR3PC3 から8500 メモリ採用などの強化が図られているほか、付属するキーボードが、テンキーなしのアップルキーボードになっている。Firewire 400は、非搭載となった。2009年10月22日発表のものは、2007年、以来の外装の大幅な変更があった。背面はポリカーボネートからフレームと一体のアルミとなり、 前面のガラスは左右と上いっぱいまで広がった。内部デザインも HDD が、ディスプレイ下から放熱を考慮して、背面のアルミに密着するように配置される等の変更がある。仕様はディスプレイ周りを中心にが大きく変更され、21.5インチ、または27インチの LED、バックライト IPS 方式のパネルになり、マッキントッシュ製品として、 初めてアスペクト比が16、9になった。27インチモデルにはミニディスプレイポートも搭載され、ターゲットディスプレイモードによりミニディスプレイポートを搭載した MacBook Pro や Mac、ミニなどからの入力も可能になった。また、CTO で CPU としてインテル r e i5 とインテル r e i7 の選択が可能。新たに SD メモリーカードスロットを搭載。 付属する周辺機器も Apple イヤレスキーボードと新開発のマジックマウスに変更になった。2011年5月3日にサンディーブリッジマイクロアーキテクチャの Core i5 とサンダーボルトを全機種に搭載した iMac が発表された。また、初めてマジックトラックパッドに初期状態から対応しているため、マジックマウスの代わりに Apple トア オンラインの BTO で選べるようになった。iMac に比べ、最大消費電力が15%程度削減されている。ユーザーによるハードディスクの交換はできない。2012年10月、iMac が発表された。高額ドライブが廃止され、最薄部 5mm と、筐体デザインが大幅に変更された。SD カードスロットも背面に移動した。なお、 レティナディスプレイは21インチ、27インチともに非搭載で液晶解像度に変更はなし。また、HDD とフラッシュメモリを併用するフュージョンドライブが発表されオプションとして選択できるようになった。USB ポートが USB3.0 と対応した。2013年 iMac が発表された。仕様は iMac に準ずるが、フラッシュメモリが シリアル ATA 接続から PCIe 接続に変更された。2014年10月16日、5120X2880 ピクセルの液晶画面を搭載した27インチ iMac レティナ 5K ディスプレイモデルが発表された。基本的な仕様は iMac とほぼ同じであるが、レティナ 5K ディスプレイ搭載に伴って GPU が変更され、 サンダーボルト2が搭載された。本モデル以降は、ターゲットディスプレイモードが排除された。2015年10月13日、バックライトを白色 LED から、赤色、緑色系光体の l e d へと切り替え、SRGB より25%広い色域の P3 ベース、4096-2304ピクセルの液晶画面を搭載した21.5インチ iMac。 レティナ 4K ディスプレイモデル及び27インチ iMac レティナ 5K ディスプレイモデルが発表された。付属する周辺機器もマジックキーボードとマジックマウスにに刷新された。2017年6月5日、KB レイクマイクロアーキテクチャに刷新、サンダーボルト3を搭載し、さらに高輝度なレティナディスプレイを搭載した iMac を発表。 2019年3月19日、コーヒーレイクマイクロアーキテクチャで、レイディオンプロベガを搭載可能な iMac を発表を。2020年8月4日、Apple T にチップを搭載した iMac を発表を。オプションで、画面処理に、ナノ、テクスチュアーガラスを選べる。また、最上位モデルでは、レイディオンプロ 5700XT を選べる。 2021年4月20日、Apple M1 チップを搭載した薄さ 11.5mm の iMac を発表。iMac をリプレースする形で21.5インチのヒレティナモデルおよび27インチモデルの販売は継続される。iMac モデル一覧 iMac Core Duo 17技術、使用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 技術。使用技術使用技術 使用技術、使用技術使用フルラミネーション加工により、LCD とカバーガラスを一体化技術使用技術、使用技術使用、iMac 世界最高の解像度を持つ27インチレティナ、5K ディスプレイモデルを、発表技術、使用技術使用 iMac21.5 イ,インチにレティナ、4K を、初めて搭載、すべての27インチに、レティナ 5K ディスプレイを、装備技術使用、 ありがとうございます。